駅改札口1977年のケ名別駅と周囲約500メートル範囲。右が中市別方面。駅横の貨物積み下ろし場から本線に沿って右へ向かっていた植民軌道用老牛線の軌道跡は駐車場や小道に転用されてほとんどわからなくなっているが、右端の民家の庭先にわずかながら路盤跡が確認できる。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成県江別駅は北海道市別郡中市別町あざけい混別にかつて存在した北海道旅客鉄道市別線の駅である。市別線の廃線に伴い1989年4月30日に廃駅となった連邦略号はケネ、ね、地名より 種別が川支流のケネカ川を指すアイヌ語に由来すると、されるが諸説ある。アイヌ語研究者の山田秀蔵は、ケネカペを地名とする際、ケネベツと略したもの、あるいは、アイヌ語でも、ケネペと略されていたものに漢字を当てた説を採用しており、1973年に、国鉄北海道総局が発行した、北海道駅名の起源でも、ケネペ説を採用している。 貨物及び荷物取扱い廃止までは、国鉄型の計2面3線のホーム及び線路を、有する列車行き違い可能駅で、駅舎は北側にあり、各ホームは、渋谷側端で、線路上を横切る形で連絡していた。駅舎横の東側には、切り欠き機場の貨物ホームが設けられて、貨物積み下ろし線が引き込まれていた。また、 島式ホームの外側線は主に貨物線用に使われ、そこから中市別側に留置線が一本伸びていた。貨物及び荷物取扱い廃止後は、貨物用に使われていた線路が取り払われて、2面2線の相対式ホームを有する列車行き違い可能駅になった。さらに、廃止時点では防線化され、駅舎側のホーム1面1線のみ使われており、 港内南側の島式ホームは放置されていた1936年から1960年頃まで貨物ホーム付近に町を半時計回りに迂回して中標津町養老牛まで伸びる植民軌道養老牛線の停車場が設けられていた。ちなみに、しべちゃから軽根別までの植民軌道しべちゃ線、中標津駅停から軽根別までの植民軌道ケネ別線は ケネベツ駅ができるまで存在して、死別線の建設にも役立ったが、死別線前線開通とともに役割を終えて廃止された。ありがとうございます。